本日は大人の方が絶対に欠かせないボトムス紹介していこうかなと思っております。オクテットチャンネル、いつもご視聴いただきありがとうございます。オクテットメンズファッションチャンネルの安藤です。今回はですね、まあ、大人の方にはこう絶対にねワードローブの中に欠かせないアイテムで、その中でもこうボトムスを紹介していこうかなと思っておりまして、まずこう最初に、ね、答えをちょっと言っちゃうと、チノパンです。はい。でチノパンって聞くと結構人によってイメージ変わってくると思うんですよ。こうカジュアルなもの、ワークテイストな結構ワイドなもの、軍っぽいものを想像する人もいれば、こう今僕が履いてるみたいな結構綺麗なこうデパート効いたシュッとしたやつを想像するのと、まあかなりイメージが違うんですけど、まあそれはこうブランドだったりとかこうデザインによって全然雰囲気が違ってくるっていうところで、イメージ変わってくるのかなとは思うんですけど、まあ僕個人的にはこう自分もね持ってる本数で言ってもこうデニムとかウルスラックスとかに比べても結構多いなと思いますし、皆さんねワードローブの中にはあるかなとは思うんですけど、やっぱり大人が選ぶべきなのはこういうやつじゃないのかっていうのが、今年のね春夏でこう入れさせてもらったやつの中であったんで、それをね紹介しながら、まあ大人はどういうところに注意してチノパン選ぶべきなのか、どんな風に着こなしたらいいのかっていう話をねしていこうかなと思っております。で、まずですねこうチノパンの良さ、はい、どんなところがいいのかなっていうのをねちょっと僕なりに考えてみたんですけど、まずこう一番大きなところっていうと、大人の方が使うのに、使い勝手といい、こう合わせやすさといい、一番ちょうどいいパンツが、チノパンなんじゃないかなと思います。はい、結構ね、デニム、ウールのストラックスとか、僕ももちろんおすすめですし、こう自分でも履くの大好きなんで、いろいろ持ってるんですけど、デニムだと結構カジュアルに寄りすぎちゃう。で逆に、こうウールのストラックスだと綺麗すぎる。っていう時に、まあちょうど間を取ったのがチノパンなんじゃないかなとは思ってます。なんでそういった意味で、こう、カジュアルすぎず、こう、切れ目すぎず、程よいバランスが取れてるっていうところと、あとはデニムは、まあカジュアルにこうガシガシしたワークテストな生地感が使いやすさだったりとか、シワ気にしないとか、そういうところもね、すごくいいなとは思ってます。が、ウールのストラックスだと、こう繊細で、こう生地を気にしなきゃいけないとか洗濯大変とか、まあそういうところも気にしなきゃいけない。でチノパンだとそんなにメンテナンスも必要ないと、でガシガシも使える、なんでちょうどいいとこ取りをしてるっていう、この機能面とデザイン面もう2つの軸で大人にとってちょうどいいんじゃないかなと思ってます。はい。でその中でこう選ぶべきアイテムなんですけど、まあ、今、かなりいろんなブランドからワイドパンツというか、ワイドシルエットのものが提案されてて、中にはね、こう、フレアの、こう、チノパンなんかも結構出てきたりもしてます。で、僕の個人的なおすすめは、まあ、今僕が履いてるぐらいの、こう、テーパードが結構効いてる、細身な、パンツ。はい。で、デザインも結構シンプルで、こう、今僕が履いてるのがスラックス寄りの、こういうタイプの小綺麗な感じ、まあ、清潔感のある好印象な上品な、チノパンを選ぶべきなんじゃないかなと思ってます。というわけでそのコーディネートの幅みたいなところもお伝えしたいですし、まあこんなところ注意した方がいいんじゃないかとかもあるので、実際着ながらね、こうコーディネート紹介していこうかなと思っております。はい。というわけでですね、1着目のコーディネートはまあそのまんまですね、今日僕が着てるコーディネートなんですけど、まず上、ジャケットです。ジャケットと、ウールのニットに、アントラミさんの、ホワイトのチノパン。に、まあ、革靴ローファーですね。はい。っていう感じで、合わせてます。これ、どうですかね？結構見た感じ、むちゃくちゃドレス寄りで、スラックスにも負けないぐらいの綺麗さがあるんじゃないかなと思います。で合わせ方としては全然スラックスと一緒で全然大丈夫ですし、こう、ジャケット、綺麗めなニット、まあ、上品なニットに、
スラックス感覚で血のパンをするみたいな感じです。で、特に、まあ、今期ね、おすすめしたいなと思ってる血のパンは、二つあったんですけど、このアントラミさんの血のパンと、あともう一個インコデックスさん。まあ、これが特に僕の中では、ね、おすすめかなと思います。お店としてはいっぱいおすすめのやつがありますね。で、まあ、これはね、結構定番のモデルで、ガガっていうモデルなんですけど、かなり細めな、こう、テーパードの効いていて、僕、まあ、29サイズなんですけど、まあ、多分見た感じ、普通にライン綺麗なんじゃないかなと思ってます。普段なら僕28で全然大丈夫なんですけど、まあ、それでも、こう、アントラムさんのやつは特に細いので、まあ、全然履けちゃうのかなという感じです。はい。で、まあ、特にね、こう、注意しなきゃいけないところは、まず、どうかな、丈ですね。はい。丈が、こう、重要かなと思います。はい、これは特に、こう、もともと短めになってるデザインになってます。で、今ね、一回こうやって折り曲げてあるんですよ。はい。で、折り曲げてなくても、まあ、全然、靴に乗っかるぐらい。まあ、ノークッションって言われるぐらいの丈になってます。なんで、このあたりの、こう、長さ、すごくね、血のパンの生地ってすっきり落ちるので、裾がすごい綺麗に見えます。なんで、ダボつかせるよりも、より、こう、アンクルだったり、まあ、ノークッションだったり、綺麗に見えるような、ストンと落としたデザインとか形で履いてもらうのが一番おすすめです。で、あとはですね、ディテールですね。はい。今回のそのアントラミさんのやつもインコテックスさんも、スラックス、型の形をしてます。デザインをしてます。なんで、まあ、さっき言ってたね、デニムの生地感の良さと、ウールのスラックスの上品さをこう掛け合わせるようなところじゃないんですけど、スラックスの形で、こう、綺麗に履けるようなデザインっていうのが、まあ、おすすめではあります。はい。で、こんな感じでね、ジャケットで合わせるのもいいんですけど、もちろんね、こう、休日に着るのにも向いてて、カジュアルな服装、だったりもおすすめしたいんで、まあ一回そっちのコーディネートも着てみます。はい、というわけで、2着目のコーディネートですね。まあ先ほどと配色全く一緒なので、まあ間違いなく相性はバッチリかなと思うんですけど、アイテムですね。はい。コートとニットとチノパン。こういった感じで合わせてみました。はい。で、まあ、これがね、かなりこう春先おすすめしたいなと思います。お仕事のシーンでね、ジャケット、シャツ、チノパンとかももちろんかっこいいんですけど、こう休日にね、コートと、ちょっと薄めのニットと、こう、綺麗なチノパン、上品なチノパンと合わせてもらうっていうのがすごくかっこいいかなと思います。はい。で、これは、まあ、かなりね、ドレスライクな使い方かなと思ってます。綺麗めが好きな方に寄ってるので、もうちょっとスポーティーな感じも、テイスト的に全然合います。なんで、まあ、一回ね、ブルゾン、パーカーをね、ちょっと着てみようかと思います。はい、というわけで、3コーデ目ですね。ニットの、こう、パーカー。まあ、ニットとナイロンのコンビのブルゾンですね。と、先ほどと同じのチノパン。と、スニーカーに足元変えてみました。はい。かなり雰囲気変わったんじゃないかなと思います。まあ、大人の方の、こう、休日の、ちょっとスポーティーでアクティブな感じのシーンの、カジュアルコーデになってます。ただ、やっぱね、こう、上品な感じっていうのは残るんですよね。デニムにこれ変えちゃうと結構カジュアルダウンするんですけど、で、ウールだと、まあ、ちょっと難しいというところも、チノパンだとハマりやすいと思います。はい。で、こういったね、スポーティーな合わせでも難なく使える、このデザインもかなりおすすめですね。はい。まあ、アントラミさんの良さっていうところですね。はい。で、まあ、こんな感じで、カジュアルに着てもらうのと、あともう一個ですね、ミリタリーな感じもおすすめしたいなと思っているので、そっちも一回着てみます。はい、というわけで、最後のコーディネートを着用してみました。ちょっとね、カジュアルな感じに、ダウンした感じですね。チノパンを、こう、ベージュのチノパンに、先ほどの白から変えて、まあ、インナーに、まあ、グレージュのニュアンスカラーのカットソーに、ミリタリーな、こう、ブルゾンを羽織るっていう感じです。はい。まあ、こんな感じでも、かなり、大人っぽいんですけど、かっこいいかなと思います。はい、で、まあ、ポイント的には、こう、やっぱり、チノパン自体は、すごい綺麗で上品な感じがあるんですけど、まあ、どんなテイストにもハマると。土臭い感じで合わせるのも良しだし、ドレスライクに、めちゃくちゃ綺麗に合わせるのもいいし、
スポーティーに、かつエレガントに合わせるのもいいっていうふうに、まあ、何でもハマるっていうのが、まあ、一つ、チノパンの良さかなとは思いますし、このアントラミさんとか、まあ、イタリアのね、こうパンツ専業ブランドさんの、チノの良さかなとは思います。はい。という感じでいかがでしたでしょうか。まあ、最後ちょっとジャケットに変えさせてもらったんですけど、もちろんね、さっきの、ミリタリーっぽいのもいいんですけど、こういったジャケットスタイルも難なく、このコーディネートでハマるという感じです。はい。で、まあ、大人の方だったらね、こう、綺麗で、こう、テーパードの綺麗にかかった、細身でシュッとした、チノパンをぜひね、今年の春、まあ、今年の春とは言わずとも、ゲットしてほしいなと思いますし、まあ、その中でも僕の個人的なおすすめはアントラミさんとインコデックスさんかなとは思うので、まあ、ぜひね、こう気になった方はチェックしてほしいなと思いますし、共感してね、こう試してもらえたら嬉しいなと思っています。はい。ということでですね、僕らの動画は毎日8時に動画を更新しているので、ぜひね、また他の動画見たいなと思ってもらえたら、チャンネル登録を、ぜひよろしくお願いします。はい。あとはですね、こんな感じで SNS 最近更新してて、僕のインスタグラムも下の方に貼ってあるので、ぜひそちらもフォローしてもらえると嬉しいです。まだ全然いないんで。ちょっと悲しいですけどね、はい。はい。というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。